前回、こちらのデザートイーグルで打ち抜いてしまったこちらのスマホなんですが、実はこういうことをしでかしたのは、今回初めてじゃありません。前にも似たようなことやってるんですね、私はね。その時の銃もなぜか、こちらのデザートイーグルと。これどういうことなんでしょうかね。私はデザートイーグル好きで気に入ってよく使ってるんですが、もしかすると、デザートイーグルは私のことを嫌いなのかもしれませんね。なぜこのようになってしまったのか、理由はすごく簡単なんですね。こちらのスマホにカバーも何もつけずに打ったと。そういうことですね。私もさすがに、学習しました。二度同じような失敗をして三度やらかしたら、私の脳みそは鶏以下だ。こういうことになってしまいます。そこで、このようなアクリル板をですね、今後はこのように設置して、撮影に臨みたいと、こう考えたわけです。このアクリル板なんですが、果たしてデザートイーグルが打ち出す BB 弾を受け止めるだけの能力があるだろうか。これは非常に疑問ですね。もしかしたら、貫通してまた同じような結果になりはしないだろうかと。これは実験をしてみる以外ありませんね。ということで、今回は、見事私のスマホを打ち抜いたこのデザートイーグルでアクリル板を打ってみようじゃないかと。これで大丈夫だったらこのようなものを作りました。同じアクリル板を、箱の側面に貼ったものですね。これで今後撮影していこうと、そう考えるわけです。はい、それでは新しく買ったスマホをあちらに置きまして、このアクリル板越しに、打ってみたいと思うんですけれど、まあ、その前に、まずは、前哨戦としまして、こちら100均で買ったプラスチックの、箱なんですけれど、これに入れて撮影しようかなと思ったんですが、寸法がちょっと合わずに入りませんでした。あとこれを打ってみましょうかね。はい、100均で購入した、プラスチックの箱なんですが、このように貫通しましたね。これでちょっと不安にもなったんですが、まあ、次に、アクリル板を打ってみたいと思います。はい、3発打ちましたが、ご覧のようにこうひびは入ったんですが貫通はしてませんね。
で、こちらアクリル板を貼った箱の中に新しいスマホを入れて売ってみますかね。もしこれで、再び貫通して、このようなことになってしまえばですね、私はまた、携帯ショップに、急いで行かなければいけません。はい、ではいよいよ、打ってみたいと思います。その前にですね、こちらで打ってみていいですかね。それでは今度こそ行きます。はい、皆さん喜んでください。実験は成功です。全部で5発打ったんですが、1,2,3,4,5 と、はい、穴は開いてません。まあビビって中心には当てられないという手たらくぶりではありましたが、携帯は無事でした。まあ当然ですね、これを貫通したら、持っててはいけないエアガンになってしまいます。このようにですね、今後は迫力ある映像をお届けしたいと思っていますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。